参観賞へようこそ、超イーカンですアメリカはここ数ヶ月ずっとチップにまつわる様々な動きをとってきましたが自国のチップ産業がダメージを食らってしまうことになりました自国にとって何の得にもならない動きをとってどうしたいのでしょうかでは具体的に見てみましょうアメリカ政府は今年8月9日に通称チッププラス法と呼ばれる法案を可決しました アメリカでチップ生産工場を建てれば支援金がもらえるほか多くの資金を節約できるということですただし支援金を得る条件は10年以内に中国大陸でのチップ工場の建設と拡張の資格を放棄しなければならないということですアメリカはこの動きを通じて中国のチップ市場の発展を圧迫しようとしています同時にアメリカ政府は 日本韓国中国台湾地区にチップ司一連のアクションを起こした後アメリカ政府は各方面が自分に加わって中国を圧迫しアメリカチップ帝国を作り上げることを楽しみに待っていましたしかし目論みが外れるとは夢にも思いませんでした実際のところ声をかけられたお三方は「 この話に前向きどころかむしろ抵抗し自給率の向上とグローバル化の建設を図っています韓国は2030年までにチップ自給率をを今の30から50に引き上げげる目標を掲げました台湾地区はチップ産業チェーン資源のアメリカへの集中を回避するために世界規模での工場の建設をスタートしました。 そして日本は次世代半導体の国産プロジェクトとして半導体製造会社ラピダスを指導しました2ナノメートルチップを開発し2030年までに量産を実現させる計画を立てたほかハイエンド半導体の研究も展開するということですではどうしてみんなアメリカを支持することを拒んだのでしょうか理由は簡単ですまずアメリカに縛られたくないからです アメリカ国内で工場を建設し支援金を得ることは中国を含む広い世界市場と自由貿易の選択肢を失うことを意味します中国半導体市場は世界市場の30%以上を占めているためアメリカ企業を含む各国企業は依然として中国市場を抱え込みたいと考えています。もう一つの理由は、 アメリカを支援することはこのの三方にとって利益よりも損失の方が大きいからです世界最大の半導体受託製造企業 TSMC の創始者である張忠房氏は産業チェーンが不完全で人材が不足しコストが非常に高いためアメリカのチップローカライズの発展を楽観視しないと言っています。 例えばサムスンや SK ハイニックスなどの韓国チップの大手企業は中国への投資が少なくありません安定した生産を確保できている中国の工場を切り捨てて労働コストも建設コストも高いアメリカで一からやり直す理由がどこにあるんでしょうかでもアメリカは支援金を出すんでしょうと思う方もいらっしゃるかもしれませんでは一緒に考えてみましょうこの支援金は 簡単に手に入るものでしょうかアメリカ本土のチップ大手企業でさえ資本支出を大幅に削減し大規模な人員削減を行っていますアメリカ政府は自国の企業さえ支援できていないのに本当に他国の企業に支援金をあげられるのでしょうか以上の理由でチップ司法連盟はほぼ水の泡では抑圧されている中国はどうなっているのでしょうか アメリカの圧迫に伴い中国の国産チップ業界の成長速度はますます速くなっていますブルームバーグによりますと世界で四半期ごとに最も成長したチップ産業企業20社のうち中国大陸は19社もランクインしています。ここれまでででははは、社だったのの大躍進です。すビル・ゲイツ氏はかつて、アメリカがチップの出荷を制限することは 自国の深刻な失業を招き他国ののチップ自自給自足を刺激すするることとになると語っていますアメリカは人の道を塞ごうと画策したけれども結結局自分の首を絞める結果になりましたアメリカさん今は協力ウィンウィンと自由貿易の時代ですよ従来の覇権思想は早急に変えた方がいいのではないでしょうか皆さんは今後の成り行きについてどうお考えでしょうか ぜひご意見ご感想をお聞かせください。それではまた次回。